今歩いてそのダーアンにある美容室に向かってます。9月9日まだまだ夏真っ盛りですね。こんにちは皆さん、今日は僕は台湾の美容室の方に来ています。台湾の方の経営なんですけども、働いている方が、日本育ち、生まれも育ちも日本、そうです。ということで、日本の方に来てもらいたいと思います。お店の名前がリベロフォーヘアっていうところで、ダーアンチューの、なんていうところですか、このスーウェイルー、スーウェイルー、ちょっとここに書いておきます住所はここですに来てて、今日は初めてのカット、友達の紹介で紹介していただいたので、今日は切っていきたいと思います。お願いします。お願いします。今日の僕の目標は海のプリンスですか海のプリンス、海の王子様、最近結婚されたあの王子様みたいにしてほしいな。友達にちょっと似てるんじゃないって一回言われたので、意識して切ってもらいたいなと思います。じゃあシャンプーに行きます。はい、お願いします。基本的に台湾のかっこいいとかこう清潔感と日本とは全く違うから、はい、やっぱりカット好き、好まれるカットも全然違うんですよね。あ、そうなんですね、うん、どういう経緯で台湾でこうお仕事することになったんですか。あ、私はですか、私は両親が台湾の人で、あ、はい、で別に台湾もともと台湾で育ったわけではないです、日本で育ったんですけど、別にもともと台湾に戻ってくるつもりはなくて、はい、親の故郷としてはあるけど、そうそうそう、でたまたま戻ってくる機会があったけど、はい、美容室に勤めるつもりもなくて、はい、でもなんかいろいろ一回台湾の企業に普通に就職してみたけど、はい、なんか普通の企業の仕事がちょっとなんか違うなと思って、はい、美容師もやってみようかな。中国語はもともと喋れたんですか。喋れないです。じゃあこっちに来て、そう、来てから勉強して、語学学校か何かに行かれてました。台湾大学、あ、台湾大学の言語学校に語学学校行って、でその後にもう仕事で使える中国語はマスター。あ、そうね、日常会話程度、日常会話程度からお店選ぶ時も日系にするか、はい、その普通の台湾のお店にするかすごい悩んで、はい、いろいろ見た結果、はい、自分のお客さんにどういうところに来てほしいかっていうので、このお店に来る、はい、内装が良かったんです。いや、本当に思いました、うん、そういうところに来てほしいなって。すごいスタイリッシュで、なんか気使ってるところ多いなってすごい印象があって、でもなんか物がごちゃごちゃあるわけじゃないから、確かに私は好きなんです。すっきりしてますよね。お客さんは日本人と台湾人両方のお客さんがいる感じですか。半分半分ぐらいですね。ちょうど半分ずつぐらい、うん、学生の子も、大学生の子もいれば、はい、お、社会人の駐在の奥さんとかも。そうですね。ご予約とかはインスタグラムとか。そうですね、最近インスタを見てくださる方がちょろいらっしゃいますね、はい、見てくれてる方が。じゃあインスタもここに貼っておきます、サムネにぜひ下の概要欄からクリックできるようにしておくので、ぜひ見てください。学生割引もあるって聞いたんですけど。お、学生割引もあって安くなるみたいですよ。なのでもし日本人の方で台湾でどこで切ろうかなって悩んでる人がいたら、ぜひチェックしてみてください。担当している美容師さんの名前をお聞きしたいと思います。ルイです。ルイさんです。どうも。まずは私のことだから。あ、そうかそうか、まずなんだよ多分。なるほどなるほど。海外に住んでる人、まあ基本的にそうですよね。ド S かド M かな。別カルチャーでしごかれて喜ぶってことは、喜んでない、喜ぶっていうか、なんか耐えられるってこと、耐えられるっていうその精神はやっぱり強いよね。まぞネジタで何本か飛んでる。それは多いと思います。飛ばさないとやっていけないんだ。ノミニケーションはないな。ノミニケーションっていうのは、おーおーおー、どんな感じだろう。持ち上げて、あ、例えば手で形を作る、はい、で根元に、おお、
あ、いいですね。おお、変わったぜー。すっきりしたー。イエーイ。ありがとうございます。あ、動画？動画。ありがとうございます。めっちゃいい感じ。海のプリンス。海のプリンス。イエーイ、やったぜー。